はい、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回新宿に来てます。今新宿の東口の有田前です。有田閉まってますね。しかも有田前ほとんど人いません。今、2021年の4月26日で東京は第3回目の緊急事態宣言に入っていて、月曜日の午後3時です。こんなに人がいない有田初めて見ました。全面閉館ですね。ほら誰もいない。まあ、昼間っていうのもあるし月曜日っていうのもあるんですけど、もうちょっと新宿の方行ってみま、新宿というか歌舞伎町の方行ってみましょう。やっぱり圧倒的に人は少ない感じで、やっているお店もあればやってないお店もありますね。閉まってる店も人は少ないです。めちゃくちゃ少ないです。さっき南口と西口も見てきたんですけど、やっぱり新宿のメインは東口だと思うので、東口でこれだけ人が少ないっていうと緊急事態宣言は効いているっていうことかなと思います。まあ、夜は分かんないですけど、台東のゲーセンは閉まってますね。空いてるっぽいですね。というか空いてますね。わあ、あれ前がゴジラ。東宝シネマズですね。めっちゃ空いてますね。繁華街はやっぱりなんだろう、規制が厳しいんですかね。通りもあんまり人はいないですね。はい、というところでちょっと新宿の東口の方に来てみました。人はですね、思っていた以上に少ないです。はい、ご視聴ありがとうございます。